ラリー・アルゼンチンは、アルゼンチン・コルドバ州で開催される、世界ラリー選手権の一戦。1980年創設。シエラス・チカス山脈のふもとにある、コルドバ近郊のリゾート地、カルロス・パスが拠点となる。スーパー・エス・エスは、サッカースタジアムで開催されることが多く、コルドバのエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスほか、700km 離れた。 ブエノスアイレスのエスタディオモヌメンタルで行われたこともある。パンパスや山岳地帯を駆け抜けるルートは変化に富み一年で最も美しいラリーに選ばれることも多い。グラベル路面は砂が柔らかいためわだちができやすく砂の中に隠れた石でパンクするリスクもある。また開催時期が南米では秋に当たるため天候が不安定で 標高が高いためエンジンパワーが制限される。ジャンピングスポットやいくつもの川渡り、巨岩が転がる月面のような景観の名物ステージ、エルコンドールなど観戦場の見どころも多く、大勢の熱心な観客が詰めかける。2012年は SS 総距離5 0 0トル上というロングラリーだったが、2013年は約4 0 0トルという WRC の 標準的な距離に戻った。2020年は新型コロナウイルスの感染が拡散する中でアルゼンチン政府が流行を抑えるために感染拡大防止の対策を発表。コルドバ州政府の指示によって開催が延期となった。ありがとうございます。